粗品です。せいやです。うん、もうちょっと風邪をね、言うです。大丈夫、むせた。霜降り明星そんなんも知らんの選手権。なんだこれは。霜降り明星の物知らずをあぶり出す企画です。聞いてうまくいかんやつな。そう、俺ら二人といつも小林マネージャーやったけど、今回は満を持して西、今知識博士枠、はい、友達に何て言われたんでしたっけ。いつもこれ小林さんが答えてるけど、はい、小林さんが物知らなすぎて企画成立しないからお前に代われって。どんだけ YouTube に熱いの。じゃあ、まあ、ぼーっと見るからな、YouTube とか。霜降り明星の2人とも正解で、ここの1人が正解した場合、うん、霜降り明星そんなも知らんのって言える。うん、俺らが不正解ね。視聴者のチャレンジ企画です。これを応募したやつが来た。俺がうまくいってない。いってない。そんな熱い友達おんねん。いきます。じゃあ、お前がやれ。チューブネーム、ゆうくん、22歳大学生。柔道において、相手が反則行為を行った際、相手に何が与えられるでしょうか。柔道において相手が反則行為を行った際、相手に何が与えられるでしょうか。え、何が与えられる。え、やばい、西さん、スラスラ。え、やばいやばいやばい。え、柔道、知らん。やばい。はい、せいやから警告。有効。やばい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 、正解やったらやばいよ。有効。あ、なめんな、調子に乗るな、調子に乗るな。誰もわからんねん、こんなん。何ですか、技ありか。指導。あ、指導や。ああ、指導や。なるほどな、指導。やわら好きやのに。ほんまや、指導でんかった。兄さん、わからん。まあ、有効かなと。スピード早かったな。ちょっと早く間違えた。友達ブチ切れてんちゃう。まあまだ一応、まあそういうレベルの問題だと。おお、いい、バラエティ適正20丸。チームネーム、王冠さ七部会。王冠七部会やー。ピータンは何の卵。これはいけるな。ピータンは何の卵。いやー、ちょっと渋いね。焼肉屋やからな。鳥は弱点。はい、じゃあ、行きましょう。せや、ダチョウ。あ、間違えた。ガチョウ。え、やばい。入る。わー、声でか。声でか。電気っすか。初めて。うわ、霜降り明星そんなんも知らんのや。達成や。うわー、そんなんも知らんのや。これは恥ずかしい。ピーターン昼か。さすがや、西さん。いや、でも結構しなかったです。何それ、謙虚。正解した時謙虚。大学の子。早稲田大学。おお、そんなんやばいっすね。賢。これはちょっと、いや、クイズ番組やって恥かいてたな、これ。王冠さん渋会、お見事お見事。初、いい問題、いい問題。あ、昼か、ピーター。すごい、ゾウが歩いてきてる。ワンピースのズニーシャ。チームネーム、ホチ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 。 NBA 選手の八村塁が所属しているチームの名前は。渋会渋会、こんなもん知らねえ。うわー、指導取りたかったな。悔やまれる、悔やまれるな。柔道漫画読んでたのに。なんでや、忘れてるもんやね。はい、じゃあせや。はい、レイカーズ。うーし、ヤオミン。レイカーズ。危ねえ、強いな。なめんな。
当たり前やろ。なめんなよ、お前。知っとんねん。なめんな。ヤオミンってなんやねん。背高い中国人。ヤオミン。ナイス、せいやに助けられた。危なかった。チューブネーム、ギョコマル。ケーキなどの成果へデコレーションする際にクリームを塗る作業なんという。渋かいボケ。ケーキなどの成果へデコレーションする際にクリームを塗る作業なんという。え、デコレーションじゃなくてクリームを塗る。しな。え、いや、なんかあったぞ、ケーキの密着みたいなの見たぞ。ドリームバイトで。あったな。意外とこういう言い方みたいな。でも確かに早稲田大学卒業ってタレントでおったらクイズ番組呼ばれるぐらい賢いってことやもんな。うん、確かにね。はい、ペースト。壁塗り、ペンキ。やばい。盛ん。ボケてる？ボケてるやん。しかもニュアンスボケ。調子に乗んな。調子乗んな。調子乗んな。パティシエしかいらんねん、その知識。ナッペです。は？ナッペ。ナッペ。知らねえ。ナッパやろ普通。ナッペって。チューブの髪の串モノク。リーから始まる。起案者が案を作って関係者に回し、文書で決裁承認を得ることを何という。ビルをもう一個全部潰しとんか今。15階建てのうるせえ。リーから始まる。起案者が案を作って関係者に回し、文書で決裁承認を得ることなんという。何言ってんの。は？起案者が案を作って関係者。ビジネス用語。知らん。あんを作って回して消決済しょ。知らねえ。はい、じゃあさん臨機。おし、オッケー。オッケー。すげえ。倫理です、これは。イコール。解雇。倫理。うおー、危なっ。すげえ。調子に乗んな。調子しとんね。調子乗んな、おい。ボキャブラリーなめんな。倫理。決まってるやろ。なあ。イコールです。すいません。あなたリコールです。はい、すいません。あれか、俺が危な架空の3文字言うときに倫理って言って。あるって言われてたやつかかな。それで言ってた。会社系のドラマとか見てるから。素晴らしい。危ない。リンギを通すリンギ感、もう一問。もう一問いくか。いや、日産やっぱ強いな。でも日産強い。ちょっと余裕やもんな、はい、座り方も。腹立つ。なんか西だけ不正解出したいな。西を倒そう。チューブラリン、チューブラリンちゃう、うちぶりり。日本酒が好きなので日本酒の何いらんそんな。中野江の王子、中富の鎌足らが蘇我氏を滅ぼした政変を何というでしょう。いや簡単やな最後。あこいつ。でもこういうのが意外に俺ら知らんかったり。確かにな。って思われてるからな。怪しいし実際。大河の改新。え？ごめん。書き直すな、ありなんやったっけ。書き直すなしや。大河の改新。ちょっと待って。え？なんて？中野人。中野人鎌足らが蘇我氏を滅ぼした政変。大河の改新じゃないの ?645 年。大河の改新。なんじゃそれ。え？なんですかこれ。あ、一種の変。じゃあ急に。ね、一子の変、大化の改新は罰。一子の変なんや。聞いたこと。最近ってこと。調子乗ったんか。調子乗んなよ。大化の改新は罰とまで書いてますから。だから歴史のあれや。勉強確か引っ掛け。
知ってたの部屋。いやでもなんか罰って言われてなんか腹立つなって感じ。調子乗んな調子乗んなお前、死の変ってなんやねん、ジブリリー何言ってんねん。というわけで、うん、ちょっと成功されたね2回は。いや日産強いな。強いね。越前龍馬かまだまだだね。まだまだだね。チソセブ皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。